これはシングルジョエル・チューダーブランド、あのロングのジョエル・チューダーブランドですね。ジョエル・チューダーがシェイプしたのかと思ったら全然違う人なの。シェイプドバイトム。オルタナティブ系っていうかトランジションボードみたいな、そんな感じです。もう全く自分の今までの領域ではなかったボード。どんぐらいワックス塗っていいのかすらわかんない。まあノーズにはいけないと思う。こんなもんでいいでしょう。長さはこれ俺の予想6とかそんな感じ。6とかそれぐらいかな。うん、シングルで超クラシックで、なんかちょっとでもウィングが入ってるからどうなの。今日はこれで頑張って乗っていきます。同じジョエル・チューダーブランドなんだけど、これはまたちょっと次回、今度機会があったら乗りましょう。ボリュームもすごいもん。やば。まず色がやばい。色がやばい。